もう待ちくたびれちゃったじゃない。早く第2ラウンド始めよう。お題は？お前、さっきもチョコって言ってさ、譲る気ないな。じゃあ第2ラウンドはケーキ対決。ガチじゃん。頑張ってください。ありがとう。やめろ、女になるの。できることあるはずよ。どっちが欲しいんだろうね。どっちもあまりに美味しすぎて。これはね、私たち3人で話し合った上で出した結論なの。マジか。また引き分け？ケーキ対決は全くの互角ですか？もし第3ラウンドでも引き分けだった場合どうなるわけ？かっこいいこと言うね。わあ、怖い。行きましょう。俺もお菓子食べたくなってきたな。僕はね、マカロンが好きです。タオファミリー、ケン。あ、タオごめん。タオのセリフカットしちゃった。どうしたの？グレーテルのお菓子のことどう思いますか？あの子と私の腕前はほぼ互角よ。マジか。外的要因。どういうことだ？なんか苦手料理があるとかかな。なるほどね。なるほどな。場所も決めてるしね。それより第3ラウンドのステージに急ぎましょう。ラジャーでしたね、こんな展開初めてだわ。お、来た来た。じゃあ第3ラウンド行ってみよう。おー、自由課題か。なるほど。ちょっと待ったー。どうした？今までなんか控えめだったヘンゼルが。こっち側の代表を僕に変更する。それを認めてほしい。ちょっと待って。え？何か考えがあるのね。考えなんてレベルほどのもんじゃないです。ただ元はといえば、僕とグレーテルから始まったことですから。なんかさ、グレーテルもさ、お兄ちゃんとお菓子対決みたいな言ってなかったっけ？どうだったっけ？あ、そうそうそう。直接対決。ここは彼に出番を譲ってあげてください。あなたが言うなら。パオさん、俺にはわかるぜ、ヘンゼル。男だったら、勝ち負けがどうとかじゃなく、戦いを挑まなきゃいけない時があるもんな。行ってきます。ナンセンスです。確かに。出来たてのお菓子どうぞ。めっちゃもてなしてる。キラキラしてて綺麗。食べるのがもったいないくらい。こういうのを食べる機会全然ないから、なんか気遅れしちゃうけど。僕のも出来上がりました。これです。これはクッキーかしら？普通のクッキーです。普通のクッキーって言わなかった？え？開き直りってやつ？困っちゃったな、グレーテル。舐められちゃった。お兄ちゃんってば、勘違いにも程が。そもそもお菓子は誰かと優劣を競うためにあるじゃないはずだ。このクッキーを見てグレーテルは何か感じない？まさか。どうやら思い出したみたいだね。昔、お母さんがグレーテルたちに作ってくれたクッキーなの？そうだよ。レシピ通りに作って再現したんだ。あったね。お父さんは僕たちを捨てたことを反省し、
僕たちに謝ってくれた。うん。お兄ちゃん、グレーテルがいるよ。お母さんがいなくなったって。グレーテルがいるよ。そんなクッキー捨てちゃいなよ。もっと美味しいクッキー、いっぱい食べさせてあげるから。まだ全部思い出してないみたいだね。お、なんで？あ、僕とグレーテルが一緒にお母さんを迎えに行ったとき、僕たちはそのクッキーを焼き、持って行った。まあお母さんは受け取ってくれなかったけど。だからこそグレーテルが得たその力で言いなりにしてまで家に連れ戻そう。離れるんだ。うわぁ、混乱したか。勘弁してくよ。あとは私たちに任せて。来ました。いやー、なんか普通のクッキーでこんなことになるとはね。やっぱ思い入れがあると違いますね。オッケー、望む限り。よし、どうにか人たち入ったぞ。いやー、ブルーに前に出たら、お兄ちゃんその人たちを見せてグレーテルのところに戻ってきてくれるんだね。なんか悲しい。毎日看病してあげるから、グレーテルたちの後ろへ行こうと。どういうつもりだ。こんな形で対決は負け引きを迎えると。二人を追いかけます。お、ついてくるんだ。ん、別のことか。カオスグレーテルの部下が暴れる恐れがあるから、その対処を頼んでもいいかしら。なるほど。びっくりしたわ。はい、じゃあ行きましょう。ついに本店が。世界中がスイートハート。なんか世界中がスイートハートってゲルダみたいじゃない。エンゼル君が抜けちゃったからよく分からなくなっちゃったんだけどさ、ひょっとするとカオスグレーテルが逃げた先って。拳で戦ったか。覚悟しなさい。了解。始めるとするか。お、みんなで言ってる。いいね、なんか。もうやめてくれ。僕はもうお母さんがいない今を受け入れた。もうグレーテルがこういうことを続ける理由はないはずだ。なんだ、ヘンゼルのためにカオス化したのかな。皆さん、お兄ちゃんもひどいよね。お兄ちゃんのために尽くしてるグレーテルよりこの人たちの本を取るなんて。それってさ、やってることがお母さんと全然一緒じゃん。そういや、さっき兄弟で何か話してたよな。僕はお母さんが家を出たことにショックを受け、何とかして戻ってもらい、家族4人でやり直そうと訴えたんです。でもお母さんは話を聞いてくれず、悲しみに暮れる僕を見たグレーテルは、僕たちは小さい頃にお母さんが焼いてくれたクッキーを一緒にレシピ通りに作ろうと言いました。そして2人でお母さんに会いに行ったんですが、お母さんは頑なな態度を貫き、2人で作ったクッキーを受け取ってくれませんでした。でも、それで当然なんです。だって運命の書によれば、お母さんはこのまま二度と家に帰ってこないことになっていますから。その運命を受け入れることができず、あの子はこの世話になってしまったわけか。そしてグレーテルはお母さんを洗脳し、家に戻ってこさせましたが、そういう状態のお母さんを僕は受け入れられず。なるほどな。
それとグレーテルはお菓子作りにのめり込み、僕の周りの人たちにお菓子をばらまき洗脳していいように操り始めたんです。人気が悪いよお兄ちゃん、それもこれもお兄ちゃんを守るためだもん。おお、なるほどな。確かに大人っぽい。まあそういうわけだから無駄な抵抗やね。うん。むしゃむしゃ。え、なんだと。食べた。すごいパワーが体中に溢れてきたよ。え、なんか強くなれんの？あ、なるほどね。シンボルだからか。グレーテルを助けてください。この悪夢を終わらせる。さあ、どうなるでしょうか。お、ちょっと強くなってる。うわぁ、エンジェルが交代してる。交代交代。お、いいからなんか飛んで、やばぁ、かっけぇ。どこかにあるよ、僕たちの本当の家が。今の技かっこよかったね。負けた。これでダメなのに、お兄ちゃんは一人にできないのに。母さんのことはどうにもならないことだった。僕がいつまでもうじうじするから、グレーテルに心配をかけちゃって。ねえグレーテル、僕たちにはやるべきことがあるはずだよ。僕とグレーテルで美味しいお菓子のお店を出して、来てくれるお客さんを笑顔にしなきゃ。うん、ダメだよ。私、お兄ちゃんに喜んでほしいって言いながら、人をいっぱい言いなりにして、お店も大きくして。でもそれは、私が貧乏のせいでまた不幸になりたくなかっただけ。お兄ちゃんのためじゃなく、私のため。こんな心の醜い私は、もうお兄ちゃんのそばにはいられないよ。誰だってピカピカに綺麗なだけの心は持ってない。僕の心にだって醜い部分はあるんだしさ。大事なのは、それを否定するんじゃなく、自分の一部としてしっかり見つめることなんじゃないかな。僕と一緒にやり直そうよ。いいじゃん、僕たちは兄弟なんだしさ。お互いに至らないところは許し合い、補い合っていけばいいんだからね。いいやつになったな。汚れに呪われた象徴よ、我の光のもと、ここに浄化を開始せし。混沌の渦に飲まれし語り部よ、我のことの葉によりて、ここに調律を開始せし。終わったか。お疲れ様でした。腹ペコキャラのお嬢としては、あんましお菓子にありつけなくてご不満だったかな。おふざけは禁止。いや、もう、レイナ以外いないよね。クッキー集めますよ。いや、なんか普通に仲直りできてよかったわ、二人が。はい。バッテン承知です。こうしてそれを帰りにね、親か。正直やりきれない気持ちになってしまった。ただ、すべてのきっかけは貧困だ。とはいえ、それで親の行為が正当化されるものではないが。でも、親とか家庭環境を言い訳にすることなく、自分で道を切り開いていこうとする気持ちって大事じゃないかな。そっか。自分の人生に、まあ、責任を持てるのは自分だけですもんね。ファムやタウンの言うことは正論だと思う。だけど今の意見って、ある程度大きくなって自立できる人にこそ当てはめるべきじゃないかしら。そうだね。
なるほど、言われてみりゃそうだな。あの、うん、おう、うまくまとめたか。あの子たちは彼らの背中に何を見てどう育つのでしょう。私にできることといえば程よい距離から見守ることだけ。彼らの思いが正しい形で受け継がれていくよう祈っておかなければいけませんね。はい、クリアできました。じゃあこっちも行きましょうか。来た、漁師が漁師寝返ったか。よし、弱っ。えい、わっ、かっこいい。なんだこの攻撃、やば。強いな。交代するか。強っ。うわ、かっこいいね。大丈夫か。なんか心配になってきたんだけど。オッケー、セーフ。自分で姫っていうの恥ずかしいな。よし、じゃあ上行きましょうか。もう大人は信じない、そう決めた。この物語を外さない。最後ですね。この物語を、このパーティーで来れたからよかったわ。お、ラッキー。じゃあどういう感じで終わるかな。この物語を行きましょう。可愛いよね、本当に。この物語を、オッケー。この物語を、漁師がなんか粘ってる。オッケー。これ、浦島、桃太郎に変えるか。いけそうやね。オッケー、順調にいけました。夜が明けました。続きはまた次の夜に。何もない。ま、いっか。はい、ということで、あの人を間違えそうな歌詞でした。あの人を間違えそうな歌詞ってそういうことかな。あの日ってだから、普通のクッキーを作った時っていうことやと。そうだよね。同じレシピで作ったんだ、みたいな。まあ、そうだね。お菓子でさ、戦うとか優劣を決めるっていうのは、まあ、ないことだろうと思うし、どんなお菓子でも、なんか、思い入れがあったりとか、大切な人のために作ったお菓子だったら、それだけで、もらった人は笑顔になるかもしれないですね。って感じで、いいっすか。ということで、今回は、これで終わりにしたいと思います。また良ければ、ご視聴お願いします。ではまたね。バイバイ。